チャオ、あっちゃんです。今日はね、9月のいつかかな、土曜日。はい。あっちゃんね、今日ね、今日って月曜日からね、子供がお弁当始まるのね。で、お買い物に行きたいねんけども、車がないんでね、連れて行ってもらいます。もうね、足といい、あっちゃんの右足といい、あっちゃんの足のプーちゃんといい、8月は足が壊れる月間やったみたいでね、9月に入っても足でみんなに迷惑をかけてるあっちゃんでありです。でね、ここ地元、あっちゃん家のほんのそば、なんぼかな、500メーター、600メーターぐらいしか離れてない、1キロ離れてないね。だから子供の頃はよく遊びに行った、たちゃんの遊び場やねんけど、秋神社さん、子供の頃は何も知らずにね、結構遊び回ってたところが、すごく由緒正しい、すごく由緒正しい神社、秋神社です。この先、道の駅です。元伊勢湯って伊勢神宮のね、元社になる神社やねんけども、ね、そこにね、伊勢神宮の、西宮は、西宮って正月と違わせたけど、西宮か。お礼を言うだけでお願いしたらあかんねん。でも、雑宮って言って、伊勢神宮の、何やったっけな、なんとか社さんは、天照大神様がいてるんだけども、お願いしてもいい神社なんだけど、ここは元伊勢さんで、天照大神様が建ててんけども、伊勢神宮行った神社で、由緒正しい神社だけどね、ここはお願いしても大丈夫です。はい。で、地元の人たちがね、やっぱ氏子さんたちは結構みんなが、集まる神社やってんけども、今はね、もうほんまに閉塞しちゃって人がほとんどない。今日はね、近所のおばちゃんやと思った。近所のおばちゃんちごてね、あそこのね、管理してる人かな、おばちゃんがおって、で、まあでもチャリンコできるから近所の人やと思うんで、見たことないな、あの人、この辺の人じゃないと思うんだけどな、わからへんねんけどね、このいつもここの街中の氏子さんはみんなあっちゃん知ってる人ばっかりなんよ。あーちゃんって言われるような人ばっかりやねんけど、知らんおばちゃんやってね、で、なんか草拾ったりしに来て掃除してくれとったね。明日確かね、毎月1回日曜日に掃除するから、第1やったかな、今回第1になるから、今週来週かな、分からへんねんけど、掃除の日があってね、その日じゃないのにおばちゃんがおったからびっくりしてんけど、あそこで人見ることってめったにないのよ。そんな状態でね、まあ、伊勢じゃない、秋神社、秋野の宮で、わ、黒スズメや。もう黒スズメ最近大量発生してるの、どこにでも湧くんでね。でね、そこのところの、元伊勢社のところで、今回ね、台風10号の被害がね、もうできる限りもう被害のないように、ね、あっちゃんの視聴者さんはもちろん、台風がね、来る地域の人をみんながね、本当に被害ないようにってあっちゃんお祈りしてきた。で、今からね、お買い物に連れて行ってもらいます。はい。まあ、そんな状況でね、今日は、ちょっとね、欲しいものがあって、数件回ってもらうねんけどもね、最終、まあ、お肉とか、お野菜とかをメインに来週の半ばぐらいまで食べられるものを買ってこようと思って、一応メモ書きはしてて、動画撮らへんねんけどね、今日朝からね、バタバタして忙しかったけどね、今日ちょっとね、こんな感じでさっと書いてきてんけどね、子供の、新学期も始まったんでね、子供のインナーとかね、靴下とかを新調してあげようと思って、今新調してもね、運動会でドルドルなんだけどね、靴下、買ってあげようと思って、でね、パンツとかシャツがね、もう2人ともサイズアウトしちゃって、やっぱ苦しいっていうか、首がね、締まって苦しいって、まっちゃんも一緒やね、首がね、丸首は、首が苦しくてダメ、だから V ネックが欲しいって言うから、やっぱ親子やなと思ってね、今 V ネックを買ってあげようと思って、今それをね、買いに行くのと、あと、お魚、鳥、豚さんを買いに行こうかなと思ってるね。で、まあ、卵と、ね、そんな感じにちょっと、お弁当でいるものをザクッと買いに行こうと。来週月曜日からお弁当始まるからね。あと、まあ、晩ご飯のお弁当で。まあ、自分の車があったらね、もう気が向いた時にピャーっと行けんねんけど。1キロメートル先、レベル3。
3レーダー式取締りエリアです。普段ね、車がなかったら生きていけへん。普段の山奥に住んどってね、で免許取ってからね、車を切らしたこと、まあ、もちろん車やからやけどね、台車もあるし、いろんな車が余ってるからどれなっと乗れる状況で過ごしてきたから、こんなに車がないと不便だなって感じたの初めて。で子供のスクーターたまに借りていくんだけど、今日はねスクーターでどっか遊びに行きよったんじゃん、あらへんね。まあ、もちろんスクーターで桜井まで買い物行かれへんからね。レベル3冷え物のことは腐っちゃうしさ。レーダー式取締エリアです。スピード注意。レーダー式取締エリアです。スピード注意。やっぱりたまにね、隙間詰めに冷食がいるから、冷食を埋めるのにね、冷食ちゃう、隙間埋めるのに冷食も欲しいなもんだけど、まさかねスクーターで冷食持って帰ったら溶けてまうし、30キロで山登ってきゃなんかありえん。まあ、そんなこんな、あ、書いとこう、冷食書き忘れた、冷食ちゃう、あれ書いてこなかった、ウインナー、ウインナーとはんぺん、交番です。お、書いとこうね、はい。まあ、そんな感じで、ね、お買い物していきます。ちょっとね、やっぱね、それどころじゃないんだけどね、子供がダブル進学でしょう、ダブル受験ダブル進学やし、で車壊れちゃったしでね、節約をしなあかんというのか、ためなあかん、どっちにも使うとかいる医療があるからやねんけど、でこのタイミングで車が壊れるかって。来年やったらね、買うよ、大学とか決まって、それからね、数ヶ月で貯金して、車買おうかなって予定しとったんだよ。でも、まあ、後期の納入もあるけど、まあ、それまでにはなんとかなるでしょうとは思ってたんやけどね、ちょっと当てがあってね、それがかなり外れちゃったんで、今ちょっとやばい状態やねんけど。左方向、レベル3、レーダー式取締りエリアです。スピード注意。レーダー式取締りエリアです。スピード注意。何してもね、ほんまに9月5日暑いです。ありえ、9月入ってる。で今日ほんまね、ノースリーブ着ていこうかなって思っててんけど、まさか9月入ってノースリーブなと思ってんけど、取締りエリアです。ノースリーブでいいよ、十分だよって。これね、あっちゃん結構涼しくて好きやってんけど、ブラ見えるっていうか、下にインナー着てんの、インナー着たら暑いよ。2枚重ねも暑いよ。でもね、すっきりするしな。着物をね、中にこう襟の中に何か着てね、見えてんのがおしゃれで綺麗から、これもそれでいいかな。結構際どい服が好きやん、ね、ハリウッド女優ってそうでしょ、なんかユーチューバー女優もそうでなければねと思ってね。まあまた怒られるわ。好きな服着ててもどうでもいいやんかって思うんだけど、真面目なおばさんに怒られるのよ。真面目なおばさん怖いわ。真面目なシュートおばさんが怖いわ。もう煽る、煽り運転したらあかんよ、みんな。そんなこんなでね、山を下っていきますね。いやー、それにしても暑いわ。今日ね、100均ね、クールバッグを買う。前にね、クールバッグ100均で300円のクールバッグ買ってんけども、ねどっか行っちゃったんよ。なんでか知らんねんけど、どこ行ったかわからへん。探してんけど、あらへん。もしかしたらプジョーの中かもわからへんねんけど、でもプジョーに積んでいってない気もするしな、わからへんね。もうね、プーが壊れた日からね、記憶がほとんどないというね、ショックやで。左方向 1km 先、レベル3、白バイ追尾式取締りエリアです。先生、お白バイおんねん。
締まりエリアです。この下もね、取締りやってる。この子結構ね、白バイ追尾式取締りエリアです。スピード注意、白バイ追尾式取締りエリアです。スピード注意。アクセル離すだけでまあまあスピード出るからね。でブレーキ踏みっぱなしだったらブレーキ上げるから、なかなかねこの峠過酷なんよね。上りは上りでね、すごい登ってるからパワー出えへんし。レベル3レーダー式取締りエリアです。スピード注意、レーダー式取締りエリアです。スピード注意。だいたいスピードが出そうなところは取締りすると思った方がいいからね。秋神社ね、めっちゃ近くやねんけど、久々に行った。もう今年初詣に行ったっきりかな。初詣動画撮らんかったんや、多分今年撮ってないはずやねん。初詣行ってきてね、いやそれっきり行ってないからもう半年ぐらい行ってないのよ。ほんまはね、毎月お参りした方がいいねんけどね。あそこね、お賽銭があんま入ってない。たまにね、お賽銭泥棒でね、泥棒が来て賽銭箱開けられることがあってね、でがっちりチェーンでくぐるようにしたらしいね。逆さまにして出すんやって。で一回それなんか現行犯で捕まえたらしい。バチ当たりのやつがおんのよ、うん、でね、お賽銭箱の入り口がね、狭い、リアルに狭いんだけど、逆に札入れるとね入りきらへんね、浮いてんねん。今回も浮いてたからやばい、棒で突っ込んでよかったけど、取締りエリア外です。まあね、飛ぶやつはとりあえずバチ当たるやろと思ってる。で毎月ね、やっぱりその時々こう開きに行くらしいんやけど、ほとんど入ってないって言うとったわ。なんか皆さん、ほんまにね、隠れた神社やけど、すごいパワースポット。あっちゃんもね、いつもあそこ参り行くとねパワーもらえるし、今日もね清々しい気持ちになれたんで、ね、で今日はね初めて手水舎じゃなく川で水洗い、あれ人生で初やね。ほんまあそこの川入って遊んだりはしとったんやけどね、あそこで清めるのは初めて。ではこうね、石渡りをすね、石があって石渡りしてずるって苔で滑ってはまるようなやつがおってんのはまったら石やからみんなベタベタになって遊ぶねんけど、うん、そんなことしとった神社。まあ今日人生初の五十鈴川ならぬ本郷川で手を清めて、で本来のお参りの仕方をしてんけどもね、で手水舎の蛇口もね、手で自分で手で蛇口を開けてんなかなかちょっとね、風流じゃない神社に。まあそういう神社、よかったらまた来てみてください。はい、秋神社さんね、結構ね、神社自体はすごい由緒正しい古い神社やし、建屋もね、あれいつできたんやろな、かなり古いで、以前からの宝物っていうのがね受け継がれてきてたりしててね、あの社さんに眠ってるはずやねんけどもね、そんなこんなでね、なかなか社の中見ることない。うちお父ちゃんはね、なんかの祭りの時に開けてみたって言ったけどね、何が入ったか言わへんって教えてくれへんのね。なんかね、いろんなものをやっぱあんねんけど、やっぱりでも盗掘っていうのかな、泥棒されてね、いろんなものがなくなってるらしいね、やっぱり田舎の神社でね。でそんなもんあんねんけど、あそこはね本当にパワースポットで、なんかわからへんねんけども、大神さんに近いような厳かな空気がね、あそこ参道がないからね、そうやってだんだん空気が変わっていくのもないねんけど、その手水舎越えて本殿の前まで行くと、やっぱり空気がピシッとこう張り巡らされてる。だからね、時々ね、お盆にいっぱい供物を持ってきてお祭りしに来る人がいてるんやって。時々お父ちゃん掃除行ってたら見るんやって。でその人が話聞いたら、大阪から来たはんねんって。でいろんな神社回ってんやけど、ここの神社が一番ご利益ある言うて、わざわざ大阪から供物を持ってきてくれる人がいてんねんでって言ってた。だからね、ほんまに隠れたパワースポットなの。まだまだほとんどね、神社の紹介とかされてない。なんか人もいてない、もちろん宮司もいてない、お巫女さんもいてない。なんていう神社って、廃神社みたいになってんねんけども、ちゃんと地元の人たちが掃除してるから綺麗なね、ゴミ一つないとまでは言わんけど、まあ綺麗ないい状態を保たれてる神社やねん。
で年にね1回ねホタルノって言ってねのをやってるんだけど、それが結構有名でね、ニュースとかテレビニュースになったりとか新聞とか雑誌で取り出されたりね、ホームページでも秋神社のことを紹介してる人もいるけど、年に1回ホタルノがあるとかで書かれてるけど、ホタルノなんてもんは最近作ったそんなに由緒正しいもんではないねんね。要はねこれですで意外とね運営の人が儲けたはんねんけども、神社には寄付なんて知れてるって、スズメの涙ぐらいしかせえへんねんって怒ってたけどね神社貸してんのに大した金の、しようね。まあ神社のことやからいくらくださいじゃなく、気持ち寄付してくださいって言ってやってるけど、気持ちがほとんどの気持ちじゃない。だからねもう今一つ盛り上がらへんやろうなって話をしてたけどね、もうじゃなくね、ほんまは地元の人が盛り上げてやらなあかんねんけどね、ちょうどお父ちゃんらの年代の人たちって、そうお祭りで青年団とかでお祭りやっててんけど、そこからあっちゃんらの年代、息子の時代ね、2代目さん、2代目っていうのかな、次の代の子供たちっておらへんのよ、この町。あっちゃんと同じぐらいの年齢の人ってね、ほんまにね10人もおらへんねん。でさあ祭りをやんのか盛り上がんのかって、まず盛り上がらない人ばっかりやねん。だから受け継がれへんかって、もうねな、あの風習もなくなるのかなと思って、悲しいなと思って。かっちとあっちゃんもね、宮司になるには、ね、それなりの神社長の試験受けない、はい今日から宮司ですなんてわけにいかへんからね。ノリとなんか用途ないやんしね。だからね、で意外とねあそこね派閥がうるさいね、これ言うてええのかな宮司さんがおって、その宮司さんの上の宮司さんがねおって、その人からの圧力でね、なんか辞めたりとか喧嘩したりとか、そんなばっかりやってんね。多分だから神様が怒ったはるんやと思うね。なんていうかな、やっぱりね伊勢神宮って結構由緒正しい神社で、今ね神社長もやし、神道を分かってない人たちは増えてきて、神道を間違えてるのね。だからそういうのに対して警告を与えてるんじゃないのかなって、だから宮司が続かへんのちゃうかなって。ほんまに神道を知った人が神社をやってほしいな。わっちゃんはもっと他にねしたいことがあってね、志は大きいんでだから やるにわけにいかへんねんけどね。でもねほんまにね神道を昔から受け継いだ神道でね、ちゃんと神社を守ってほしいなと思うんだけどね。だからこんなね資料なんかもね、その地元の有志さん、うちのお父ちゃんとかね、水田のおっちゃんとかが一生懸命こんなの作ったりしてんねんけどね、うん、またね、うん、ちょっとあーちゃん勉強します、持って帰って。継承する人がおらへんねん。でおっちゃん連中も若い子らに話せえへんか、受け継がへんし、若い子らはおっちゃんの話聞かへんしもうそろそろでもあっちゃんの時代に移ってくるのかな。先代さんがね引退していったらさあ何も聞いてないから受け継ぎなんてできへん。だからもう自分なり のやり方でやっていかないといけないから、こうやって神道って受け継ぎって変わっていくね。だから神社で、手水をして、手水者の後にトイレがある、ありえへんでね。手水した後は清めてんのに、現世の汚れを落としてんのにトイレ入るなんてありえへんことやし、で手水を手水者でするってありえへんねんね。川に入ってみそがないといけないのに、もう川に入れない、みそげない、コロナウイルスやから手水はダメ、もうありえへんからね。ウイルスやからこそ手水をしないといけない、清めないといけないし、で、ね、で神社に、ね、手水した後手を 洗った後手を拭くなんてありえへん。自然乾燥がほんまの神道だったり、動物を連れてくるなんてありえへん、それを許可したり。で服装にどうのこうのって、服装見たらどうだってええねん、神様はそこまでうるさいことは言わへんのに、服装がどうとかこうとか言い出す、そんなもん完全に神道間違えてるからね。それやったら服装言うんやったら、昔のように白装束で参らないといけないでしょ、じゃなくスーツでって、この時代やからスーツでって、時代やから変わるんやったら別に服装なんてどうでもええねん、派手な格好がダメ、なんでダメなんでしょうか。
なんで柏では打つのか。柏では恥ずかしそうにパンパンじゃなくパシーンパシーンって打たなかんね。何かだ、神さん来たでーって聞いてるーってこっち向いてねーって柏で打たなかんのに、ペチペチって打ったって分からへんね。それと一緒で派手な服着て来たよーって派手な服で行く方が、だから指導勝負目立つし、何が目立つかって赤でもなく黄色でもなく緑でもなく黒でもない、一番目立つ色は白やねん。だから白装束やねん。それと汚れを落として白で神様にお参りしますって意味なのに、スーツの黒で来い、間違えてますからね。だからそれが神道じゃないのにね、えどうのこうのっていうのはもう勝手な解釈。あっちゃんそういうの嫌いやからだから神社に行くときはそこはきっちり昔ながらの神道、あっちゃんの教えられた神道でやり方でやっていく。だから言ってみたら昔の時代から神道ってつながってんのに、スーツ着てこいって、スーツ自体昔ないのにね、スーツを着てこいって。スーツは日本のもんではないです。あれは外国から来た文化です。それを神道に持ち込むのはおかしいのに、派手な服がダメ。だから自分が勝手なことやってんのに人のことに口出すような生きた人間の言うことは聞かない神様はそんなことで文句言わへんからね、うん、そういう間違えた神道を貫くっていうのは違うなーってちゃうもん。あそこのところをねちゃんと守っていかないといけない、はい、元伊勢社の、三輪神社、大三輪神社さん、何だっけな、奈良桜井三輪大三輪の宮だっけ、違ったっけな、三輪の群れ宝宮、三輪の群れ宝城宮っていうのかな、大三輪神社、御出立地奈良はそこから始まったというね。そこから第1番目宇多秋の宮、秋神社です。認定できるね、はい、だからあっちゃんが右方向なぜか三輪神社に行くと運気が変わったりするっていうのもそのつながりがあったんやなって最近になってようやく気づいたあっちゃんでした。何か三輪神社さんはねいつもあっちゃん守ってくれてるんでね、うん、もちろん秋神社さんが守ってくれてる、だからその大元三輪神社さんが守ってくれるよね。その流れで青神社だと思う。12時になっちゃいましたということでね、今日ねちょっとねダイソーでね、あっちゃんクールバッグをなくしちゃったからね、それを買いにダイソー来て、それがないとねお肉とか買って帰られへんからね、見に来てんけどね、この前行った時に、ね、最後1個やってん、それ買ったからあるかな、2つぐらい買うとっかな。後ろにクーラーボックス積んでんねクーラーボックス今日だけやで、ね、クールバッグ今日だけやで、ね、ということでダイソーにお買い物行ってきます。いつもねダイソーやねんけど300円のクールバッグね、結構意外といいのよあれ、うん、では大将行ってきます。